はい、皆さんこんにちは、横山和樹です。いつもはスカウトの動画ばっかりですけども、たまには試合の動画もいいんじゃないかと、そういうわけでやっていきたいと思います。皆さんワールドカップの方はどうですか？見てます？まあ見てる人多いと思いますけどね。ウィクラやってる人は、横山和樹もね、ウルグアイの試合見ました。ウルグアイとエジプトの試合。さすがにスペイン、ポルトガル戦はね、起きてられなかったけども、寝ちゃいました。疲れて。で、後から、朝起きてから確認して、おうって感じでしたけど。いやー、まあ、ウルグアイ戦は、まあ、2-0、3-0 とかで、2-1、3-1 とか、で、ウルグアイが勝つんじゃないかなと、思ってたんですけどね。ちょっと予想以上にエジプトが硬くて、強かったですね。サラーがいたらねー。お！あーアウベスからのネイマール。仲がいいコンビで、これすごいな。おー、綺麗だなー、クロスが。ネイマーなかなかいい出だしだね。前半の初めの方で1点。横山的にはワールドカップはね、まあ日本も応援するんですけど、まあブラジルとかかな。なんか予選とか見てると負けてないよね。調子良さそう。まああとはあれだよね。前回の屈辱を晴らすためにかなり意気込んでんじゃねえの。おい、持った。サンキュー。おー、危ない。いいね。ディマリアさん。結構シーズンマッチだと、ディマリアとドラクスラーがいい動きしてるね。おー、あー。惜しい。あれ、オフサイか。なんだ、オフサイだった。結構ね、ディマリアが。で、そんで、まあ、ムバッペとディマリアどっちを入れるかってなって、まあ、ムバッペ入れたかったんだけどね。なんかちょっとディマリアの方が調子良さそうだったんで、ディマリア主体で育成しちゃったけど。わー、ロナウジーニョ。あーっと、危ない。あーぶ、おぼぼぼぼ。あっぶねえ。お、まだ、やばい、まだ、やばい、めっちゃいるよ、フォワード。これ、レジェンドチーム、侮れないぞ。ちょっと、総合値の差の割には、お、いいね、ドラッグスラー。奪った。いるよ、前に。あっ！カバーニさん。カバーニさん、お、来るだ。あやばい、意外と強い。エフェクトがかかってるのか、結構200ぐらい総合値に差があった気もするんだけどな。ちょっと後半戦術変えたり、あと選手交代したりで。ね。空いてるよ、そこ、ほら。なんで、今さ、ネイマールさんがさ、あっちにいてさ、全然空いてるからさ、パスすればよかったのにね。自分で持ってきたかった。前半が終わろうとしてる。ちょっとまずいね。戦術ちょっと変えようかな。何しようかな。まあ今サイド攻撃にしてるんで、ポゼッションショートのサイド攻撃、前半はそうなんで、まあ、後半はカウンターとかやろうかな。
しゃ、じゃあ後半ですけど、カウンターか、うまくいくかな。おーおー、危ない危ない危ない、ナイス、いいね、前前前前、カバーニが取って、ネイマールいないのか、いないか、あ、でも、おっとっとっと、いけいけいけ、パスパス、無理な体勢から、まあ、後ろに誰かいたやん、カーン、いいなぁ、カーン欲しいなぁ、やっぱレジェンド、持ってないレジェンド何体かいるから、あ、うまいなぁ、マルディーニさん、いやぁ、さすがレジェンドチームだな。強えな。ベッカムだ。やばい。綺麗なクロスが見れるが。おっと、クルザワさん。ベッカムからボール奪って、ネイマール。お？いいね。今のいいね。いけ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 。おい。あれ？一本目もネイマールだったから、もうネイマール2点目じゃん。ここで2点目。いいね。綺麗だね。うまい。今アシストしたの誰だ？な、カバーニとかドラクスラーとかもシーズンマッチでは結構活躍してるね。ディマリアが一番活躍してるけど、ね、ネイマールさんが今日爆発してますよ。あ、そういえば、COG の時のハイライトみたいに、パリ・サンジェルマンのやつも作ろうと思ってるんで、まあ、そのうちね、やれたらなぁと思ってます。まあ、近いうちに。なんかスカウトがね、まあ、スペインリーグスカウトやってもいいんだけど、うん。まあ、フェスで結構引いたし、今はリスト結構埋まってるからね。おー、惜しい。カバーニさんのパスにネイマールが追いつかなかったか。ちょっと後半だからバテてるか。もうあと1点ぐらいは欲しいな。ちょっと意外と苦戦してる。お、ネイマールにまたボールが入る、入る、入るか、入んないか。あー、マテウス、いいとこにいたね、あいつ。あー、やばいね。なんか攻められてない。そんなことない。からの、アウベスからの、ドラクスラーの、ネイマール！ハットリックじゃない？ネイマールが今日爆発してます。すごいな。シーズンマッチではネイマール、ハットリック、まあ、ハットリック1回ぐらいはしたかもしれないけど、そんなにしてるイメージなかったからな。カバーニとディマリアとドラクスラさあ3点か。もう1点いけるかな。まあいけそうな気もするけど、77が後半結構点入ってるね。お、またね、今これ来るのか。お、おお、あおお、カバーニカバーニカバーニ頼む。ああ囲まれすぎてる。いやー、今のね、惜しかったね、スライディングシュート。あー、ムバッペ。これはちょっと。お、シーバさん、いいねー。え？ドリブル？ちょっと、おーおお入れた珍しいな。珍しいのかな。どうなんだろう、うん。いや、あんまり見ないよな。シウバさん、そのまま行っちゃって。なんか、あれ、昨日の試合、昨日の試合、ウルガイの、ウルガイ戦。ゴディンの、ゴディンの飛び出してからの、ね。あれと似てるね。いいなぁ、こういうの。こういうプレイ好きです。あー、4点か。そのままドリブルしてシュートしちゃった。お、また
あ、行くとか、行かないか。ロマーリを突き飛ばしたとしよう。もう一回見せてくれ。ドラクサラ、ドラクサラ、行け。ドラクサラ、ネイマル空いてるよ。よし。ネイマル、行け。なんでそっちなの？なんで今そっちだったの？ムワッペいたやん、今。マジかよ。もう一点いけたな、今な。あー、終わっちゃった。はい。じゃあ、ここまでかな。まあ、じゃあ次回、なんか適当にスカウトの動画出しつつ、パリさんのハイライトを、まあ、近いうちに出せたらなと思います。